松尾沖のコマセ釣りに挑戦中の桜井ルカちゃん。餌取りにやられてばかりだが、マダイを狙う気合は十分。さあどうなるだろうか。お、当たったよ。黒鯛か。黒鯛でした。釣れたのは黒鯛。マダイ狙いなのだが、同じようなところにいるのだろうか。はい、黒鯛でした。同じですね、はい。結構ね、やっぱりこの、まあ、マダイ釣りなんだけど、このクロダイが釣れたりだとか、あとイシダイが釣れたりだとか、まあ、アジが釣れたり、まあね、あと、まあ、メジロなんかも釣れますよね。さっきまで餌取られて喜んでたんですけど、餌取られてるのがその餌取り小さい魚たちだと大型魚がいないっていうことなんだっていうことを知って、今餌取られないようにって祈ってます。コマセ振るときに、はい、なるべくこの竿先を、はい、なるべくこう海面ぐらいでこう、それぐらいから、はい、こう竿に重さを乗せるような感じで振ると、その方がコマセが出るよね。はい、これで当たってくれればね、これぐらいのタイミングで大体当たるよね。あ、もう入れてちょっと落ち着いたぐらい入れてることです。周りの船もあまり当たっていない様子。ここは我慢の時かな。ん？なんか魚が食っちゃった。すごい珍しいことがない。巻き始めてですね、でも途中でなんか食った感じなので、もしかすると上がっている餌に食ったのかな。うまく誘いになったのかな。メスみたいですね。まだこれ卵持ってるみたい。飯田さんがあれだけ釣れてるっていうことは、いるっていうことですからね、魚はね。はい、今25メーターの指示で30メーター下ろして、はいはい、でそこでちょっと待ってコマスを巻き始めるでしょ。はい、でまあ、当然ね、その何段階によってこのコマスの層ができるのと、そのコマスの層の中にうまくこの下の方にある餌が入ってってあげる。はい、そういうイメージかな。なるほど。自然と無口になるルカちゃん。頭の中はコマセの帯に飛び込んでくるマダイのイメージでいっぱいだ。でも当たってくるのは飯田さんの仕掛け。上がるかな。よいしょ。
続いてはメジナ。これもマダイ狙いの時によく登場するゲスト。あ、来た。お、来た来た来た。ついにルカちゃんにも待望の当たり。来た。なんだろう。来ました。この上がってくるまでのドキドキがたまらなくいいですよね。やったね。やりましたね。よいしょ。いやったー。やったー。1匹目。綺麗でしょ。綺麗です。このブルーのとこがすごいね。え、結構丸っこい顔立ちなんですね。そうだね。メジナ釣ったの初めてです。あ、本当。はい。イエイ。ついに1匹目ゲットです。メジナ。初めて釣りました。本命ではないけど、本当に嬉しい1匹です。しかも、当たりに合わせるとかなく勝手に乗ってくれたんで、よかったです。反応もぼちぼち出てきている。到来か。当たった当たった。お、今度タイだね。チャンスかもよ。はい。まあ、釣れた時と全く同じことしてるけど釣れないもんですね。そうですね。でもメジナでも釣れると、はい、ちょっと違うんじゃない？全然気分違います、ね。でしょ？来た。なんだろう。おとなしい。やったね。おお。お、メジナがでもいいサイズ。綺麗。釣れました。2匹目もメジナです。誘いとか入れてましたけど、やっぱり何もしてない時に食ってきますね。当たった当たった。これか。なかなか姿が見えない。メジナです。遠い。お。メジナ3匹目。はい。ルカちゃんはメジナの連発。マダイが遠い。ここで飯田さんに今回のロッドの特徴を教えてもらおう。2m30 で、2m30 と、桜井さん使ってるのが 2m60で、これぐらいの長さがその手持ちではすごい操作しやすいですよね。もっと、ね、短い 2m10 ぐらいになっちゃうと、もう本当にもうずっと手持ちで頑張ってる。でもそれは結構辛い場合ってやっぱあるんですよ。でそういう時に置き竿もできてってなると、その 2m30 から2m60、基本的に船って必ずだいたい風上に向かうんですよ。前の方が。でその時に当然こう風が後ろに向かって吹いてきますよね。
その時に小松のこの、まあ、桶なんかが反対側にあると、あの結構仕掛けのトラブルって起きるんですよ。どうしても例えば竿に絡んでしまうだとかで、それをなくすためにあの風下側にこの小松の桶を置いて、で、この V ホルダーなんかも、風上側に置きます。でこのことによってこう例えばこう仕掛けを取った時なんかも後ろに風が吹いてるんで、あのこういうところに糸がまとわりつかない。例えばあの探検丸を使うような時も、まあ、風下側にあるとあの見るためにどうしても前へ向けますよね。そうするとあの波しぶきがかかったりだとかしてかなり見づらくなってしまうので、あの、まあ、風上側にあのこのね探検丸の呼吸を置いて、あの、まあ、画面をこちらに向けておく。そのことによって結構快適にあの釣りすることができると思います。軽快に扱えるロッドでなんとかマダイに迫りたい。いや当たってないかな、当たったかな。なんかちょっと引いてんじゃない。でもタイ独特の三段叩きとかないですか。じゃない気がしちゃいます。メジナっぽいですね。ダメだ。この時間が一番楽しいですね。何が来るかな。ルカちゃんが作ったコマセの帯にものすごい数のメジナが居座ってしまったようだ。まさにメジナフィーバー。うん、来た。お、ありがとうございます。はい、すいません、上げてみてください。ではこれで、ね、上がっていきます。どうも一日ありがとうございました。お疲れ様でした。それで上がっていきます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。結局赤い魚見れなかったです。無念の起き上がり。残念ながらマダイには会えなかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、コマセのタイ。コマセのタイ難しいですね。タイ結局姿見れずで終わってしまって、はい、はい、まあメジナがね、自分ではこう初めてメジナが釣れたんで、それはそれで楽しかったんですけど、はい、船長もね、実はね、はい、帰りがけ話をしてたら、はい、しっかりできてたの。おー、よかった。結構やっぱ見てたみたいで、はい、問題なくやってたよっていう。ってことは本当にもう運次第で、もしかしたら釣れたかもしれないってことですよね。ですね。運です、運。で結局その朝の時間帯で、はい、まあマダイが来なかったっていうのがちょっと。そうですね。もう飯田さん開始早々マダイに黒ダイも釣ってましたもんね、はい、私がその時間当たりなかったんです。であれも多分タイミングだと思うんだよね。はい、多分次やるときは釣れると思う。期待します。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。釣り方は完璧。次こそはマダイと心に誓ったルカちゃんだった。しかもあの当たりに合わせるとかなく勝手に乗ってくれたんでよかったです。